笹栗歴史塾開講。さあ今日はですね、こちら角川漫画学習シリーズのこの最新巻16巻を勉強していきたいと思います。ああ16巻、はい、こちら見てください、平成時代から令和ということで、ただもう今ってことですか。そうですね、もう一応まあここ10年ぐらいの出来事を振り返ろうって感じですね。なるほどなるほどなるほど。まずはじゃあこちら、なんとですね、2011年の3月からこの16巻始まるんですけども、はい、はい、こう2011年3月、まあ、忘れられない出来事があったと思いますけども、よぴちゃん何があったか覚えてますか。まあ3月、2011年の3月は、やはりあの東日本大震災じゃないですかね。そうですね、はい、はい、ね、あの大きな地震がありましたけどもね、そこについてちょっと触れていきたいと思いますね。忘れてはいけない 3.11 ということで、東日本大震災が起きたのがこの2011年の3月11日なんですけども、地震が起きてね、東京もすごい大変なことになりましたね。そうですね、交通網がすごい 大混乱しまして、もう家に帰れない人がいましたけども、はい、ちょっとその時のことをちょっとね解説していきますけども、東北地方の沿岸部で発生ちょっとね津波が発生しちゃったりしてね、中でもその福島第一原発のところで起きた津波によってちょっと原子炉がね冷やせないというようなことが起きてしまって、ちょっと原発の方でちょっと事故が起きてしまうということが起きちゃったんですね。で非常に危険な状態になってしまうんですけども、福島の人々はそれでちょっともう人々がこう避難をしなきゃいけなくなるぐらい、もうそう放射能がね溢れちゃうからということで、もう福島の人々はもう福島から離れなきゃいけないというような状況になったりして、本当大変だったんですけども、被災現場では災害派遣された自衛隊の人たちがこう休む間もなく懸命の被災者救助を行ってくれましてですね、道路の復旧や炊き出しやお風呂の設営なんかもやってくれましたね。なんと自衛隊これ史上最大10万人規模の被災地への、支援が派遣ということであったみたいでね、やっぱ日本の歴史上でもそんなに自衛隊が動いたことはなかったみたいですね。それにボランティアの人たちもいっぱいこう活動してくれましたということで、さらには海外からも多くの支援があったということで、米軍の人たちがですねこう友達作戦といって、皆さんがこう手助けしてくれたりとか、あとこう台湾で過去にこう大きな地震があった時に結構日本がそれを支援したらしくて、結構台湾ではもうその日本でこういう震災が起きてからそれを助けようっていうなんか番組があったりして、24時間テレビみたいな、ああいうのでボランティアでこう募金を募ってそれを送ってくれたりとかいうような、本当にその地震があったことでこう外国とのつながりもまた感じれたという、そういう出来事でもあったんですけどもね、はい、一応3月11日マグニチュードなんと 9.0、 ああやっぱでかいですね、結構でかい、改めて震度も7ぐらいの地震だったんですね。マグニチュードっていうのはその地震の大きさで、震度っていうのは揺れの大きさなんですけど、もうどっち もう日本最大級ですね、もう歴史上最大級ぐらいの地震が起きてしまいましたということで、で、あと東京電力が、その運営してたこの原発が爆発したことによって、もう東京電力管内で その電力供給が間に合わなかったりとかすることが起きたので、こう東京電力管内ではこう計画停電つってね、時間ごとにじゃあここからここの地域は何時から何時まで停電しますよっていうようなことがこう行われていったりとか、ありましたね、ありましたよね。あとはやっぱこの原発が事故を起こしたことにより、こう福島の農作物の売れ行きがあんまり良くなかったりとかね、そういう風評被害、やっぱりこの福島のものを食べると体に悪いんじゃないかみたいな、そういう風評被害があったりして、福島の農作物が売れなくなったりとかしちゃいました。そしてこの2011年、この地震が起きた半年後ぐらいですかね、当時は菅直人首相だったんですけども、この首相が変わりまして、2011年9月からは野田さんに変わります。今は岸田さんですね、首相は。岸田さんは自民党ですけども、当時はこの野田首相、その前の菅直人首相もそうなんですけども、それで民主党が政権を握ってましてですね、民主党の菅さんから民主党の野田さんにこう、内閣総理大臣が変わったんですけども、この野田さんっていうのが、ある、ベプちゃんのね今の生活にも関わってくるようなある政策を打ち出しまして、はい、さあ野田さんは何を打ち出したと思いますか。それはやっぱ消費税じゃないですか、そうなると、はい、個人じゃなかったらもうみんな関わってる国民がもう消費税しかないでしょう。正解なんですけど。ああよかったよかった、正解なんですけど。ありがとうございます。
野田さんはこの消費税の引き上げ、ちなみにこの2011年当時消費税何パーセントだったか覚えてますか？2011年はまだ105円とかだったかな、はい、だからパーセントで答えてほしいんだけど、あれあーだから 5でいいのか。いや僕記憶にないでしょ。いや数字の計算できないんですよ、うん、ごめんなさい。 0.5 弱点 5 0.5 じゃない、 5%、 ね、当時は 5% だったんですけども、100円買ったら105円ですよね。そういうことですね。でこの 5% の消費税を野田さんが引き上げようといったことによって、なんと2014年に 8% に上がります、うん、はい、で、2014年には 8% に上がり、さらに2019年には、10% に上がりましたね。もうこれはもう今ですよね。そうですね。すごいよね、この短い期間で言っても10年ぐらいじゃないですか、うん、そのスパンでもこんだけ上がってるって、そう考えるともう今からもどんどん上がるんじゃないかって思っちゃいますけどね、うん、そうだよね、うん、まあ、2012年になると中国との、尖閣諸島をめぐる対立があったりですとかですね、うん、スカイツリーの開業があったり、あと山中伸弥教授が iPS 細胞というものの作成に成功してノーベル賞を受賞するなど、明るい話題もね、ちらほらと出てくるようになりましたね、うん、はい、まあ、詳しくは、こちらの漫画に掲載されているので見ていただければと思います。